せとけって。白ひげ海賊団の仲間を殺して逃亡した黒ひげことマーシャル D ・ティーチを追跡していたエース、ついにグランドラインのバナロ島でティーチを追い詰め、かくしてバナロ島の決闘は始まった。エース、おめえ俺の仲間にならねえか。俺と一緒に世界を取ろう。俺が成り上がる手段はもう全て計画してある。白ひげの時代はもう終わりだ。海賊王には俺がなる。まず手始めにこの先のウォーターセブンにいる麦わらのルフィをぶち殺して政府への手土産にする。ルフィ、なんだと？つくづく野放しにできねえな。そいつは俺の弟だ。そして当然俺もおめえの仲間にゃ。ならねえ。全て無力。おめえの強さをもってしてもな。しかしますます惜しい力だ。エース、俺の仲間になれ。力に屈したら男に生まれた意味はねえだろ。俺は決して人生に悔いは残さない。分かったか、バカ。生きてなんぼのこの世界、全く残念だ、エース。闇に死ね。大宴会宴廷。せはははは、太陽か闇か、勝者は一人だ。俺は白ひげを王にする。グランドライン、バナロ島の決闘。この二人の海賊の争いは、後に起こるあの極めて大きな事件の引き金として語られることとなる。